紀元前46年、ハプススの平原でスキピオトで激突したカエサルはついに勝利を手にした。報復を許されなかった敗残兵たちが全滅する一方で、スキピオは地中海に逃げ出した。一方、ヌミディア王国ではシッティウスがユバ王不在の間に王都を占拠していたが、王都奪還に向かったサブッガは返り討ちに遭い、シッティウスに討ち取られてしまった。自国と信頼する副官を同時に失った事態はユバ王の傭兵に少なからず影響を与えた。王はついにカエサルの封鎖線を突破できず、スキピオの増援に向かうこともできなかった。そして陣営を放棄したユバ王はペトレイウスと共に内陸に向かって撤退した。王が向かったのはかつてハンニバルとダイスキピオが雌雄を決した地、ザマであった。タプススの戦いはついに終結した。スキピオ軍は5万人の兵を失い、甚大な被害を被ったが、大勝したカエサル軍の被害は少数にとどまり、失った軍団兵もわずか50名であった。しかしタプススにはウェルギリウスが立てこもり、かたくなに抵抗を続けていた。すぐに包囲を再開したカエサルはスキピオ軍から捕獲した戦象64頭を整列させた。これはウェルギリウスに対しスキピオがすでに敗北した事実を知らしめると同時に、降伏を受け入れる寛容さと慈悲を示すことで無益な戦闘を放棄させる意図があった。だがウェルギリウスは諦めなかった。彼は最後まで抵抗する道を選んだのだ。理屈や道理では説明できない何かがウェルギリウスを突き動かしていた。カエサルは陸と海を封鎖するためにレビルス率いる三国軍団を動員せざるを得なかった。ウェルギリウスが何をしても無益だと理解するまでに元老院派の大多数が命を落とした。一方、キュスドラではコンシディウスが奴隷や剣闘士の一団と共に籠城していた。カエサルは何度も立ちはだかったこの男に対しカルビルス率いる二個軍団を送った。しかしスキピオ大敗の知らせを受けていたコンシディウスはすでに戦意を失っていた。このまめな男はキュスドラを見捨てたが、上司から金を持ち出すことを忘れなかった。だが運命とは残酷である。コンシディウスはユバ王の領内に逃げ込もうとしたが、逃避行の最中彼は金を奪おうとした友軍のガイプリ人によって命を落とした。タプススを立ったカエサルは元老院派の穀物貯蔵庫であるムジッタを迅速に掌握した。そしてすぐにこの地域における最後の標的ハドルメトゥムに軍旗を向けた。カエサルはこの城市においても戦うことなく入城を果たし、備蓄された物資を見分した。ハドルメトゥムではリガリウス親子が捕獲されたが、カエサルによって除名されている。さらにルキウスはカエサルの足にすがって除名を懇願し、その場で許されているが、カエサルは後に一度は除名した彼らをローマへの反逆罪で起訴することになる。そしてタプスス周辺を平定したカエサルはマルクス率いる騎兵隊を北方へ出発させた。カエサルの次なる攻略目標はカトが守る元老院派の本拠地ウティカであった。タプススの戦いに敗北したスキピオ軍の騎兵隊は真っ先に戦場から逃げ出した。彼らは南方の城主が次々とカエサルに帰順するさなか、一縷の望みをかけてきたへ向かった。騎兵隊は進軍の途上でパラダという城主に補給を頼ったが、住民は入城を拒否した。カエサルはすでに北方へ向けて戦勝の知らせを届けるための密定を放っていたのだ。怒りに身を任せた騎兵たちは武力によって城門を破り、中央広場に木片を積み上げた。それは城市内のすべてのものを焼き払うためであった。
文字通り全てを。住民たちは縄で固く縛られたまま、無作為にかがり火の効果にくべられた。過酷極まりない処罰を課した騎兵たちは補給を済ませるとこの城市を後にした。パラダの民にとって何が正解だったのか、いやそもそも選択肢はあったのだろうか。もしも民が騎兵隊を受け入れていれば、カエサルから懲罰を課せられたかもしれない。運命の女神フォルテナは目隠しをされ、不安定な球体の上に立つ姿で描かれる。それは気まぐれや偶然の象徴であり、運命が決定づけられていないことを示している。古代ローマの詩人アクビウスは語る。女神はあらかじめ運命の結果を知ることができない。彼女にできることはただこの世界に影響を与える運命の輪を回すことだけである。アクビウスはこう続ける。彼女は正気ではない。残酷で薄情でとても不安定だ。フォルテナは価値があるものとないものを区別することすらできない愚者なのだ。しかし彼女が全ての人々の運命を永遠に見守り続けなければならないのだとしたら、そして運命を決定づける作用永遠に振り続けなければならないのだとしたら、彼女は何よりも哀れで悲しく、誰よりも過酷な罰を課せられているのかもしれない。紀元前46年4月8日、カエサル勝利の知らせは早くも北部のウティカに届いていた。いや、カエサルによって迅速に届くように仕向けられたと言うべきかもしれない。かつてウティカの民は三島政治時代のカエサルによって法的な恩恵を受けていた。この恩がもともと潜在的に存在していたカエサル派の爆発的な増加につながった。おそらくウティカの民を統制する最も容易な手段は恐怖で縛ることだった。だが実質的な元老院派の最高指揮官となっていたカトの選択は全く異なっていた。カトが選択した方法は場外退去であった。彼はカエサル派を防壁の外に移住させた。ローマ市民同士の争いを嘆いていたカトには民を恐怖で従わせることはできなかった。しかしカエサル派から武器を取り上げたカトの選択が彼らの運命を狂わせた。ウティカの城門前に現れたのはパラダで暴虐の限りを尽くした騎兵隊であった。騎兵たちはすぐにウティカの民の多くがカエサル派に寝返った事実を嗅ぎつけた。そしてタプススで大敗した怒りの矛先は城壁の外に退去していた民に向けられた。さらに戦う目的を見失った騎兵たちは城市内へと侵入し、破壊と略奪の限りを尽くした。彼らはウティカの民の破滅によって敗北の悔しさを晴らそうとしていたのだ。殺戮と略奪をやめよう、私と共にウティカを守るのだ、カトはあらん限りの声で叫んだが、騎兵たちに届くことはなかった。カトは無力であった。彼は騎兵一人一人に100セステルティウスを与えたが、暴走した騎兵たちはさらに俸給を要求し、やっとのことでウティカから去っていった。一方タプススから撤退したユバ王はペトレイウスと共にザマへ向かっていた。昼は農園に潜み、夜に身を隠して移動する。もはや王は威厳を失いかけていた。ザマを目指した理由はヌミリア全土から集めた財や穀物が大量に備蓄されており、強固な城壁が農場に適していたためであったが、何より王の居城には祭祀が残されていた。しかしユバ王の影響下にあったザマにもカエサル勝利の知らせが届けられていた。王は入城を拒絶された。ザマの民が下した決断はカエサルへの基準であった。民は脅しにも屈しなかった。ユバ王はせめて祭祀の引き渡しを求めたが返答はなかった。時には恐怖を持ってユミリア全土を統治した。かつての王の姿はどこにもなかった。望みをかけていたザマで何一つ得ることができなかったユバ王は農園に身を潜めたが、もはや希望は失われていた。それは王に同行していたペトレイウスの同僚であった。二人は互いに剣を取り合った。それは名誉とともに決然たる最後を迎えるためであった。この壮絶な決闘の末にどちらが倒れたのか、結果は資料によって異なっている。だがどちらが勝利したのかはさほど重要ではないだろう。なぜなら生き残った者もその場で命を絶っているのだから。他方
アフラニウスはパラダ、そしてウティカで狼藉を働いたき兵たちと合流していた。彼らはヒスパニアへの逃亡を図るためにマウレタニア方面へ向かって海岸沿いを征陣した。一方、ヌミディア王とキルタを陥落させたシッティウスは残党の行動を察知していた。夜間に素早く進軍したシッティウスは罪人を捕獲するためにアトラス山脈を越えた。かつてイレルダの戦いで恩赦を与えられたフラニウスは再び捕虜となった。だが罪人に二度目はない。帝政期の歴史家ディオは次のように伝えている。カエサルの捕虜となったアフラニウスは裁判を行うことなく処刑された。タプススの戦いで大敗したスキピオは地中海へと逃げ出したが、激しい嵐と荒波に襲われヒッポレギウス沖に流れ着いた。しかしスキピオがどこに逃げようとも定められた運命を変えることはできなかった。彼の眼前に現れたのはカエサルと合流するために投進するシッティウス艦隊であった。数で劣るスキピオ艦隊はシッティウス艦隊の包囲攻撃によって次々に沈没していった。アッピアノスによると、勇敢に戦ったスキピオは自らを剣で貫き海に飛び込んだという。ポリュビオスによると、かつて大スキピオはザマの戦いに挑む前にこう語ったという。勝利かしか、敵に打ち勝とうとする者は命を捨てる覚悟を持たなければならない。スキピオは最後の時父祖の精神と覚悟を取り戻したのかもしれない。ウティカでは相当な数の敗残兵たちがこの城市に逃げ込んでいた。カトは敗残兵たちを集めた上でさらに奴隷を解放しウティカを守り抜こうとしていた。今後を議論するためにローマ元老院に相当する300人会が神殿に召集されたが、この機関はほとんどが商人を生業とする者たちで構成されており、浸る戦いに心底を怯えていた。それは元老院議員も同様であった。誰もが勝つ見込みがないことは分かっていた。カトは皆の怯えた目を見て議論を打ち切った。彼は最も状況をよく理解していたのだ。カトは市民を逃がすために資材を投げ打って船を調達し、ウティカの合金を分け与えた。そして全ての準備を整えたカトは市民に語りかけた。さあ行け、諸君が望む場所へ。船で脱出した者たちの安否を確かめたカトはプラトンの哲学書を読んだ後自決を試みた。一度は医師が傷口を縫合したが、カトは再び同じ箇所を剣で貫き己の身を滅ぼした。カトの死を惜しんだウティカの民は心からの敬愛を叫び丁重に葬った。マルクス率いる先遣隊は城市を包囲していたが、カエサルは攻撃命令を下さなかった。翌朝、カエサルの慈悲にすがったウティカの民は城門を開いた。無血開城であった。
加藤を捕虜にしようとしたカエサルは悲観に暮れたというが、真偽のほどは定かではない。カエサルは300人会に2億セステルティウスの懲罰金を課したが、民の除名を約束した。そしてザマから降伏の知らせが届く。カエサルは騎兵を率いてこの城市に急行した。カエサルはザマに残されたユバ王と元老院派の財産を売り払い、民に報酬を与えた。ザマの統治はサルスティウスに任せたが、この歴史家は後に悪政を敷くことになる。紀元前46年の9月13日、属州アフリカは平定され、カエサルは元老院派に組みした城主に懲罰金を課した。3年半もの間続いたローマ内戦はついに終結した。だがこの静寂さは嵐を呼ぶ前触れに過ぎなかった。